皆さんは外でティッシュ配りをしている人がいたときに、なんとなく恥ずかしくてスルーした経験というのはありませんか？まあ、これって服屋さんで声かけてくる店員さんとかと一緒かなっていう感じがするんですよね。あっちからグイグイ来られると、なんかあいいやってなっちゃう現象、こっちの意思だけで見させてくれれば普通に買うのにみたいな、まあ、そういう現象、まあ、そこでふと疑問が生まれたんですが、このティッシュご自由にお持ちくださいっていう形で自由に取っていっていい形にした方が、もしかしたら取っていく人多いんじゃないかって思ったんですよね。そこで今回の動画は、ご自由にお持ちくださいのティッシュとティッシュ配りのティッシュ、どっちが早く配れるのか検証してみるっていう動画になります。まあ、ティッシュ配ってる人もボランティアではないので、アルバイトの人件費みたいなのがかかってると思いますし、まあ、もしご自由にお持ちくださいのティッシュの方が持っていかれるなんていうことがあったら、このティッシュ配りをしている人の存在価値って何っていう話になると思うんですよね。早速準備に入っていきます。まあ、せっかくティッシュを配るということで、オリジナルのティッシュの方をデザインしていきます。ポケットティッシュのサイズに合わせて、一応プリンターのインクをたくさん使うので、なんとなく色素が薄めのフリー素材を選んでみました。で、明るさなども調節して、もっと色素を落としていきます。続いてキャッチコピーの方を入れていきます。一応なんか、あからさまに YouTuber ですみたいな自我を出すのもちょっとどうかなと思ったので、豊かな自然を守ろうという、まあ、ありそうなキャッチコピーを採用しました。で、最後に、このティッシュなんだこれってなった用に、自分のホームページのアドレスを載せておきました。まあ、ここで、ささやかに自我を出していこうかなと。で、完成したので、まあ、A4 で印刷できるように並べて印刷していきます。今回は手配り100枚、ご自由にお持ちください100枚の計200枚を用意することにしました。印刷した紙をハサミでカットしてティッシュに入れていきます。実家にいるんですかっていうコメントが以前散見されたのですが、和室の家に引っ越しました。完成です。では早速配っていきます。はい、来ました。これね、ティッシュ無地200枚あるんですけど、100枚は手で配って、もう100枚はそのまま置いておくっていう感じでやろうかなと思ってます。で、なんかティッシュ配ってる人大体派手な服を着てるイメージがあるので、まあ、一応ね、僕も派手っぽい感じで怪しくない感じでやっていこうかなと思います。やってみます。じゃあ、やってみます。なんか、お願いしますって渡せばいい。お願いします。お願いします。お願いします。あ、ありがとうございます。お願いし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 ます。まず配り始めて感じたのが、意外と受け取ってくれる人いるなという感じでしたね。ちょっと不審な感じするかなとか思ったんですけど、案外すんなり溶け込めて受け取ってくれる人いるんだなという感じはしましたね。受け取ってくれる方は、お年寄りの方とかはもう手の前に差し出すと自動的に受け取ってくれるみたいな感じで、ありがとうとかも言われるので、これもうなんか社会とつながっちゃってるなっていう感覚を得られましたね。お願いします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 。あ、すいません。お願いします。ありがとう。あ、お願いします。ありがとうございます。お願いします。お願いします。あ、お願いします。あ、取られてます。ありがとうございます。お願いし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 ます。
します。お願い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 します。ありがとうございます。お願いします。ありがとう。お願いします。お願いします。ありがとうございます。お願いします。お願いします。お願いします。これ、ね、連続で断られた時がまあまあダメージきます。お願いします。 ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。ありがとうございます。終わるかもしれないですね。お願いします。お願いします。ありがとうございます。お願いします。あ、今車あったんで何かなと思って見てみたんですけど、興味があったんです。あ、そうなんですか。何やってるの。何これ。いや、まあ、YouTuber。 はい。あー、何をこう YouTube で、まあ、何をお伝えしたいのかなと思って気になったんですよ。これは特に伝えたいことはない。動画を使ってこうなんかほら発信するだけで、はい、YouTuber ってさ、はいはい、ちょっとふざけてるだけなんですけど。いや、気にしたこれ興味があったから。あ、はい、ちょっと友達になりたいなと思って。逆に、あ、まあ、本当ですか。うん、あの、僕はまだ YouTuber にはなってないんですけど、はい、僕もちょっといろいろ活動してて。あ、そうなんですか。 YouTuber じゃないよ、はい。自然も、あ、そう、3月14日に宮城の海浜公園のとこでゴミ拾いやるよ。はい、お、じゃあ行ってみようか。 Facebook で、稲浜の3月の14 17日、ごめん、17日やるんですけど、はい、よかったらどうぞ。あ、じゃあ都合はついたら。まさにこれだけど、まさにこれ。ちょっとこれです。まあ僕が今日事前にだいたい目立つゴミを拾っておいたらどういう反応をするのかみたいなね。じゃあここら辺がもうすでに綺麗だったのもそういう。そうなの。今は教育者もそうじゃない。 SDGs とかみんなやってるけど、じゃあ先生、じゃあ SDGs って何ですかって聞くとみんな先生知らない。うん、うん、みたいな。あ、じゃあ、またね。またよろしくお願いします。はい、はい、はい、お願いします。お願いします。あ、お願いします。あれもうオーラで見分けられるようになってます。ちょっとだけお願いします。ありがとうございます。お願いします。あ、お願いします。ありがとうございます。最後の1枚です。はい。あ、じゃないです。あ、はいはいはい、あっちの方もいます。わかんの、書いてある。あ、まあ、あっちの方に聞けばわかると思います。はい。ということで、手配りのタイム35分でした、まあ、このうち14分絡まれてしまった時間が含まれてるんですけど、まあ、意外とハンデとしては悪くないのかなという感じはしました。まあ、それでも割とテンポよく配って7割のぐらいの人は受け取ってくれるという感じだったので、まあこれちょっとご自由にお持ちくださいだと勝てないかもしれないなと思ってですね、ちょっとひよってご自由にお持ちくださいの紙にいくつでもかっていう注意書きを追加してバトルを始めることにしました。今からこれ置きに行こうと思うんですけど、もうすでになんかタクシーのおじさんとか勝手に持ってったりして、もう4つ減ってます。はい、ってやっていきたいと思います。はい、16時だいたいスタートします。お願いします。なんか危なそう。
めっちゃ持ってかれて10分でなくなりました。摂理一生ですかね。まあいくつでもかにしちゃったのがちょっと。ということでご自由にお持ちくださいが、なくなるのに気づくまで1分ぐらいかかってたので実質6分程度、手配りが実質21分だったということなので、ご自由にお持ちくださいが3倍以上のスピードで消化されたという結果になりましたね。まあ、いくつも持っていかれちゃうリスクっていうのを考えると、手配りの方が運倍が上がるのかもしれないですが、ティッシュ配ってる方の人件費とかを加味すると、これもうトントンなんじゃないかっていう感じはしましたね。あと、ご自由にお持ちくださいだと、まあ、明らかに若い人が持っててくれてるなっていう印象がありましたね。これモニタリングとかで怪しいもの、不審物に慣れてるのかなっていう感じもしましたね。今回の実験で反省ポイントだったのは、やはり、いくつでもかの注意書きない版でも実験してみたかったんですけど、ちょっとティッシュ用意するのがめんどくさくて、やめちゃいましたね。あと今回、たまたまなんか近くで男性グループが踊っていたので、不審物が置いてあっても許容されるような状況だった可能性もあるなっていう、まあそのグループのティッシュなのかなと思われた可能性とかもあるかなと思ってますね。あと時間帯とかもありますね。僕が配ってるとちょっと人通りがかそったような気もしなくもなかったので、まあこれもちょっと同じ時間帯で検証するっていうのは比較として大事なのかなと思いましたね。あと肝心の広告効果なんですけど、このティッシュを配ったのが3月10日なんですけど、まあ若干ホームページの訪問者数が増えているので、微粒子レベルで効果はあったのかなという感じはしますね。以上です。